それではですね、説明すると長くなるんですけど、目の戸田急さんの新商品っていうか、工場の方で設備が作れなくなっちゃったっていうことで、やめますということでやめてしまった、戸田急さんの10倍つゆなんですけど、この度リニューアルっていうか、お客さんたちからやはりですね、あの麺つゆないかっていうことでずびに言われたらしくてですね、で再開をするということなんですね。でただし自社の工場の方でまで作ってた方の設備が作れなくなってしまったので、今回はショーダー醤油さんの方にお願いをして味を再現してもらおうということで、再発売で、他のタレって意外と甘系のタレが多いんだけど、戸田急さんの10倍つゆって味がピリッとして、で意外とそばの味を引き立てるっていう特徴の麺つゆだったんだよね。だそれが再開されるということで、今回は2種類になるそうです。で10倍つゆなので、10倍に薄めて使えるので、普通のつゆがだいたい3倍ぐらいだから、だから希釈すると量いっぱいできるというつゆなんですね。でそれの 1.8 リッターのペットボトルと、それからもう一つは用冷蔵のめんつゆを出すということなようです。でこの2つのめんつゆが今回出てくるということで、10月から発売になるということでございますので、楽しみにしてたんですね。でそれのサンプルができたということで、これですね、これ10倍つゆ希釈のサンプルということで、7月25日製造のサンプルで食べてみたいと思いますので、食べるのはですね、食べるのはですね、今度はこれですね、戸田急さんのこんな生の麺の方の、のど越し、歯切れよし、一押しそば、山芋入りというもので、食べてみたいと思います。これジャンボの売り場で、買ってきてたものですね。で、これが、ゆでそば。美味しい作り方ということで、もう茹でちゃってるものがこれです。それからもう一つが、三色の細うどんということで、麺、液力って、なんか面白い言葉使ってるね。麺力を美味しく楽しく食べて、心身ともに毎日元気にということで、元気にならなきゃならないですね。大変だ、こりゃ。ということで、で、これは、これですね。それから、あとはもう一つ、通常の玉うどん、太い方の玉うどんで食べてみたいと思いますので、じゃあ、麺つゆを入れて食べて、試食して食べてみたいと思います。これ、ケチだね。これだって10倍つゆだから、10倍に薄めてくださいね。はい。こんなもんかな、10倍ですね。はい、じゃあこれでまずそのままストレートでいってみます。はい、それじゃあせっかくですので、まずは希釈した状態で飲んでみます。ああ10倍、もうちょっと吸ってみる。うん、でもビシッとしてるね。鰹節の風味が、10倍で来るのよ、そうだね。じゃあ食べてみますよ。あれ、ソースは変わった。
ばの味がする。鰹節の香りがしますね。そばを引き立てる中ですね。うん、美味しいと思います。はい。じゃあ今度は同じように白麺、うどん、細うどんの方食べてみます。ちょっとこう帰ってくるのを使ったので。ああ、白麺の場合はちょっと麺が、つゆが、つゆかなって感じもちょっとするけど、うん、これ薬味入れるといいと思います。非常に鰹節の香りが強く感じますね。うん、美味しいです。じゃあ今度普通の三玉うどんどういうお店かというのね、これ食べてみましょう。うん、これも鰹節の香りがグーッとしてまた美味しい感じだな。うん、薬味入れるとまた変わると思うけど、うまい鰹節。うん、麺つゆをそのまま飲むとしょっぱく感じるんだけど、そば入れると全然違う形に変わります。うん、楽しみですね。これはお醤油代わりにも使える。うん、非常にいいと、お醤油代わり、うん、非常にいいお味してますね。甘ったるくなくて美味しく感じますね。はい、丼物にもいいと思いますよ。ぜひお試しを。